山口敏太郎です。昨夜はですね、水木さんのお別れ会、に行ってまいりました。大変多くの人が参列されてまして、僕は驚きましたね。ソフトガレージさんの、お誘いで行ってまいりました。メディア関係者だけども、多分1000人以上いたんじゃないのかなといった感じがしますね。で、一般の方々も入れたら、多分1万人は優に超えていた、下手したら2万人ぐらいいったんではないのかなというような気がいたします。大変盛大なお別れ会ではなかったのかなと。かといって、なんか悲しくて悲しくて仕方ないというようなお別れ会ではなくてですね、水木さんらしい明るく楽しいお別れ会だったのかなと。どっかで水木さんが笑って見てるような非常に和やかな、笑顔が見られるお別れ会だったなっていう気がしますね。本当僕はね、もう水木さんいないなと思ってちょっと寂しい感じがします。昭和が終わってしまったんだなといった印象ですね。残された僕ら後輩がですね、やっぱり水木しげるという巨人の影響を受けてる、遺伝子を受け継いだ僕ら妖怪を扱う作家たちが、みんなそれぞれがそれぞれの分野でやっていけば、妖怪という分野は22世紀も残るのかなと、そんな印象があります。遺伝子後継者、そんな言葉いろいろあるんですが、あるメディア評論家の方はですね、妖怪ウォッチさんが水木さんの後継者だというふうに分析してる、ブログを書いておられましたが、そうじゃないんじゃないのかなと、また全く別物の世界じゃないのかなと僕は思ってますね。本当に子供の頃から大好きだった作家さんが行くと、本当に僕はもうなんか寂しくなっちゃってですね。やっぱり僕らはもう今後矢面に立っていかないといけないんだ、僕ら40代がそのそれぞれの分野を守っていかないといけないんだと思うと悲しい気持ちにはなりますけども、頑張るしかないですね。懇親会は非常に豪華なメンバーでしたね。京極さん、荒俣さん、小松和彦先生もいらっしゃいましたね。木原さん、親友の木原さんもいらっしゃいました。で、多田克実さん。それから、ムーの三上編集長。非常に豪華なメンバーでしたね。ほんで、あと、コラキジジイの漫画を描いた、あれですね、柴田亜美さんもいらっしゃいましたね。で、私、山口敏太郎と、それで中沢武と、村信之と、昨夜妖怪での三つ橋と、我が方もいろいろお邪魔したんですけども、大変和やかな感じで、笑顔のあふれる懇親会ではなかったのかなといった印象があります。で、土屋慎吾先生もいらっしゃって、久々にお会いしました。芸能女房にもね、アシスタントモデルの一人として出てくるんですけども、水木さんのアシスタントで、妖怪図鑑ではね、輪入道とかタンコロリンなんかを担当した、お弟子さんの一人ですね。最近、同人で、ゲゲゲのアシスタントっていうパロディ本を出されて、土屋先生もいただいたんで、ちょっと楽しみに読もうかなと思っております。全体的にね、水木さんの奥さんに村信之さん、 UFO 研究家の村信之さんを会わしたりですね、なんと奥様はちゃんと村信之さんのことを知ってましたね。いつもテレビで見てる同じ村一族だからすごい気にしていたというのをおっしゃってましたね。非常に面白かったですね。あれですね、なんかああやって妖怪を扱う関係者が一堂に会するというのもいい感じですね。いい雰囲気が流れてました。京子さんとか荒俣さんとも久しぶりにお話しましたし、小松先生とはね、2年ぶりぐらいかな、カンテレでご一緒してから2年ぶりぐらいにお話しましたね。荒俣さんはもう何年ぶりかな、7年ぶりぐらいにお話ししましたかね。
教育さんに至っては、下手したら8年か9年会ってないんじゃないのかなといった印象がありますね。まあみんなそれぞれ忙しいですし、それぞれの分野で仕事やってますので、そうそうあそこまで大勢の人が一堂に会することはないんで、まあたまには懇親会ってのはいいのかなと。水木さんが、そうですね、旅立った時に、残してくれた大きな土産だったのかなと思いますね。よく IT 企業の社長とかね、水木さんが死んだから、山口さんチャンスだよって、本能寺で信長死んだ後の秀吉みたいなのが山口さんじゃないのかって、黒田官兵衛みたいなことを言う IT 企業の社長とか友人いるんですけど、そんな気持ちにはなれないですね。やっぱ俺はちょっとクールで、俺ね、そのサラリーマンどっからクールで冷徹なビジネスマンたれという教育を受けてきたんだけど、やっぱりそういうのにはなれないね。そこまで冷酷にはなれないし、そこまでクールにはなれないし、ショックだけが大きいですよ。水木さんがいなくなっちゃったんだから、俺らがしっかりしないといけないなと僕は思いますね。